答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは2対1対7っていうお話をしたいと思います。2対1対7さあ何を皆さん思いつくでしょうか。まあ自分なりにいつも申し上げてますが、考えとか思ってるってことはすごい大事なので、2対1対7ぜひ自分なりにちょっと考えてみてください。なんとなく大丈夫ですか？もうパッと思いつきでいいんで。実はこの2対1対7っていうのは、これアドラー心理学がまあ提唱しているですね、まあ人を好きになって、まあ人が自分のことをどう思っているかの割合なんですね。2っていうのは何もしなくても自分に好意を持ってくれます。1っていうのはどうやっても気が合わない人、7っていうのは努力次第で自分のことを好意を持ってくれたりとか、まあまたはちょっと苦手意識を持たれてしまうということですね。これ何が言いたいかっていうと、子供ってもともと全員に友達に好かれようとします。なんか例えば幼稚園保育園に行って、なんか今日何々ちゃんに僕嫌われてるみたいとかあるんですが、ほとんどもうほとんどと言っていいくらい勘違いだったりとか、あとはですね、これですね、全員に好かれる必要っていうのが本当にあるのかどうなのかってことなんです。これ結果から言ったらないです。ただあえて意地悪する必要もないですし、何か嫌、嫌われるようなことする必要はないんですね。人間性は磨く必要があります。人として優しさを持ったりとか、気持ち一緒に共感してあげるとか、誰かが辛い時に共感してあげるとか、約束は守るとか、言葉遣いをきれいにするとか、本当に人間性を磨く必要があるんですが、ただそうは言ってもどうしても性的に合わない人っていますよね。そこに変に自分はですね、嫌われてるんじゃないかって力を注ぐんであれば、自分が人として間違ってないことを子供がやってるんであれば、そこはもうそれでいいじゃないと。だったら気が合う人たちと一緒にやるってことは大事です。変にね、固まってグループ作る必要はないんですが、この2対1対7、これはお母様方にも言います。ママ友を作っていく中で、やっぱりどうしても全員に好かれないと自分が居心地悪いとかって、まあ、特に団地で住んでる方って多いと思いますが、ただどうしても気が合わない人っていますからね。で、大人は大人の付き合いできるんですけど、子供って純粋なので大人の付き合いができないですから、それはそれでいいよっていう伝え方をしっかり子供にしてあげてください。2対1対7知ってると少し気持ちが楽になるんじゃないでしょうか。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。